はい、どうもこんにちは。カルトーネ地中海風というね、よくわかんない、これがカルトーネっていう食べ物なんですか。モッツァレラチーズ、フェタチーズ、パプリカ&オニオン、バジルソース、絶対うまいじゃんっていうやつですよね。ピザ生地の包み焼き、中からチーズが溶け出します。これマジで20のソースとチーズを使用し、あ、見えてる、うんたらかんたら、ね、2ヶ月期上ピザ生地、小麦粉、植物油脂、ビール酵母、食塩、油小麦粉、具材はトマトソース、モッツァレラチーズ、フェタチーズ、玉ねぎ、パプリカ、バジルソース。あれがないんだね。あのホワイトソース、あ、そうか、まあ、チーズが入ってるからね。小麦粉が入ってる。具材、トマトソース、モッツァレラチーズ、小麦粉はソースの中に入ってない。だからほんと濃厚だね、多分チーズと。いやでも小麦粉入ってるでしょ、入ってないのかな、ソースに。トマトソースがベースで、モッツァレラチーズ相当濃厚ってことですね。酸味があって多分で、まあ甘さ、パプリカの香りとかしてね、バジルの、あ、うまそうだね。調理方法がね、凍ったままの本編は袋から出し、耐熱容器に移して電子レンジ500ワットで3分、トースターで2分。なるほどね、本当かね、凍ってます。ちなみに耐熱ガラスあったっけ、乗りますね、乗ります乗ります。電子レンジでまず中身温めて、でそれだけだとしなっとしちゃうから、オーブンで表面カリッとさせてくださいねってことだと思うんですよ。でね、これね、切れないな、切れないから、誰か怒ってる、あの誰か怒ってる、あのね、こうしようかな、あっつ、全然忘れてた、ソースが垂れるんで、こうして食べようかな。ここを切りたいですよね。でも、でだい、ででーん、うまそう。うまそう。これめっちゃ米いけるやつじゃないですか、これ。なんかあれだね、メキシコ料理とかそんな感じの雰囲気だね、イタリアっていうか。なんかブリトーみたいな。あの、トルティーヤとか。うまっ。これはうまい、これはうまい。ですね、皆さん、これね、美味しい。どんな味かっていうと、トマトベースでチーズが、濃厚なチーズの味がして、でパプリカの味がね、効いてますね。やっぱし案の定パプリカの味が効いてる。これはなんだ、玉ねぎ、うん、甘くて美味しい。そう、パプリカが効いてて、でバジルのね味もして、すごいイタリアンの味です。でそうね、うん、あ、全部の味がね、全部の味がね、効いてますね。トマトはそう薄いかもしれない、トマトは薄い、トマト薄いことないんだけど、まあ、この野菜だよね、玉ねぎと、玉ねぎって書いてあった書いてあった、そう、玉ねぎとね、玉
玉ねぎ、パプリカの味はもうね、もうわかる。玉ねぎ、パプリカの味もしっかりわかるし、ニンニクはね、入ってるんだね。うん。そうそう、ニンニク入ってる。で、そう、玉ねぎ、パプリカの味がして、で、チーズの味がするんだけど、単純じゃなくってバジルの香りがするから、すごいなんかイタリアンな感じなんですよ。で、ソースは、あ、確かにトマトのソースだねっていう。そんな感じでね、非常に美味しいソース。イタリアンなソースですね。で、生地がカリカリしてて、してるように見えるんだけど、実はこれ結構ね、熱くって、でね、もっちりしてるんですよ。外はほんとカリカリなのかなって思ってたら、そうでもなくって、アメリカンなピザ。日本のピザですよ。日本で売ってるアメリカンのピザ。そこまで分厚くないんだけど、まあもっちり系のピザ生地ですね。だからすごい、ボリューム感がある。外がもうねカリカリでなんかパリパリなのかなと思ったらそんなことなかったっていうね。で、確かにソースは美味しくっておかず食えるんだけど、やっぱしね、その外の部分が厚いから、どうしてもこれでそのこの生地自体でこの中身を食べることになるから、米はねそんな減らない。うん、おかず力はあるんだけど、でもその生地があるから、生地だけじゃ食べれないでしょ。だからどうしてもやっぱしここで生地を食べることになるから、あんまりそのプラスアルファで米を食べれるっていうようなおかずではない。まあこれは非常に個人的なね、好みの問題なんですけど。うん、なるほどね。あのですね、これオーブンでねやらなくてもいいかなっていう気がします。レンジでやった方が外がしっとりする。でそのまんまね食べた方がレンジだけでもそこまでそのびっちゃびちゃにはならないんですよ。ある程度そのなんかこの生地感はある。もう焼けてますしね、ここら辺見ても分かるように焼けてますし、トースターでやっちゃうとね表面がカリカリになっちゃうんでちょっと食べづらくなるんですよ。だから電子レンジでちょっとしっとりしてるくらいでいいと思いますね。うん、でこれはね単体で食べるものなのかもしれない。でこれねなんかお皿にのっけて食べるような感じもするんだけど、もうこれだけで完成してる。うん、だからなんだろう、タコスとかみたいなノリでこのまま食べる。うん、これがいいかもしれない。お行儀悪く見えるかもしれないけど、そういうもんだと思う。こうなんか包丁ナイフで切ってドロドロって出しちゃうよりも、出させないでこううまくこの中身のソースと生地を食べる、そういう料理。書いてあるものがね全部効いてますね。パプリカ、玉ねぎ、バジル、チーズ、トマトはねそこまで酸味が強いわけじゃなくて、うん、あ、いいね、美味しい。そうだね、これでもう完結してるね。ピザだ、ピザ、ピザ。うん、うん。